皆さん、こんにちは、虫 TV です。という、今回もウィニングレバープリンセンジャーズやっていきたいと思います。ということで、今回はですね、まあ、オンチャレが、月曜日ね、来てるんですけれども。オンチャレとガチャが来てたわけだ。はい。オンチャレって本当は金曜日に結構来るとね。そうだね、金曜日なんですけど、まあ、今来てるというか、ちょっとクリアもしたんですけれども、はい。まず、ちょっとオンチャレのね、報酬とかがいろいろすごいので。そうだね。大体オンチャレっていうと、必ずゴールド以上のボールがゲットできるガチャだったりとか、はい、マイクラブコインとかがもらえるんで、うん、まあお得なガチャ、お得なイベント、そうだね、じゃあイベントなんですけど、はい、GP とかも通常の、うん、普通の2倍もらえるんで、ね、まあ勝っても負けても2倍、もらえるんで、負けた時も、結構 GP がいつもより多くもらえるし、ね、勝った時も多くもらえるということで、オンチャレは至読なんですけど、ね、今回さらにすごいのがですね、まあ、1はだからあれだね、引き分け以上ですね、これは。そうだね、引き分け以上で50マイクラブコインと。で、2が、2は勝ち点3。3ですね。はい。で、スペシャルエージェントゴールド。ここでもうゴールド1が確定で初回勝てばもらえて、ね、2回目以降だと 3000GP かシルバー。シルバー。どっちかが一定の確率で落ちると。はいはいはい、で、3つ目ですね。3つ目が3試合で確か勝ち点5なんで、はい、まあ、1試合勝って2試合引き分けでもいいし、まあ、2試合勝てばいけるというやつで、初回がね、マイクラブコイン200コインで、まあ、2回目以降は7000か、シルバーか金と。金が入ってるからね。うん、だからどちらを取るか、まあ、腕に自信がある人は、そうだね。3回目、はい、チャレンジ3を回ってもいいですし、まあ、確実にね、GP とか、ガチャのやつ、どっちか欲しいなみたいな人は、うん、チャレンジ2でもいいですし、ただチャレンジ3だと金も落ちることもあるので、まあそこら辺好き好きでやってもらえればなと、うん、まあ、全部で多分合わせるとマイクラブコメン250です、ね、溜まって、まあ、GP もね結構、荒稼ぎというか、すごいよこれは。勝っても負けてもなんで、まあでもなんか負けたからって切断とかしないで、いや全然、まあ、普通にやっても、うん、GP が貯められると思えば全然いいと思うので、はい、あとね、参加のね、エナジーだね、消費エナジーだね、これがすごくて、もうやったんだけど92個も溜まっていっちゃう俺ら、うん、これね、消費エナジーが全部5なんですね。5ってすごない？だから本当に無効試合って、うん、今なんかたまにコメントとかでも、うん、まあ、結構無効試合されたとか、そうだね、来ますけど、今無効試合するのって本当メリットなくて、いやー意味ないでしょ。実はその5月の例えば末とかになると、うん、ウィニングイレブンってアプリがリリースされて1周年になるので、はい、また何かしら熱いガチャが来る可能性はあるから、うん、その時にね、ちょうどね、アカウント停止でできなかったりとかすると、はい、うん、それだけで損だし、エナジーが5なのに、別にここをケチって、無効試合したら、無効試合しなくていいと思うけどね。うん、そんな、なんか、ただのなんかその自分のアカウントの危険性を高めてるだけなんで。まあ、無理だなと思ったらギブアップ機能があるからね。素直にまあギブアップすれば。ギブアップしても負けでさ、GP が。もらえるでしょ。別に。あれ、今回だから、あれか、オンチャレで言うと、勝てば何本もらえるんだ。まあ後で最後試合の方も見せるので、うん、で勝つと確かね、1800かな。うん。最後ちょっと試合の方見せておくんですけど、1800もらえるんで、いつもだとだから900なんですけど、そこが今2倍なんで、1800。でも負けたら900ぐらいもらえるってこと？ 5、600とか。多分そうだと思う。600ぐらいもらえるのか。うん、まあそれぐらいもらえてくるから、ね。全然別に悪いのかなと。まあということ、実際ちょっと試合の方も撮ってるんで、はい、ちょっと試合の映像をね、見ていきたいと思います。はい、ということで、ちょっと実際にね、試合してるんで、まあ、ハイライト形式でね、チャレンジしから、バババババッと、クリアした様子をお見せしていきたいと思います。まあ、なんだろう、今、ウィニングイレブンアップをね、ちょうど始めた人とかも多いと思うんで、はい、うん、実際にオンチャレをやる際の、うん、なんか、勝率アップじゃないけど、そういうのなんかある？そうだね、まあ、オンチャレは結構やっぱり重たいから、まあ、操作がちょっと、なんか、うん、まあ、お互いだけどね、お互いかくついてるというか。そう、重いから、やっぱり、なんだろうな、足の速い選手とかは、入れとく。前線に入れるっていうのは一つと、あとやっぱ監督の時も言ったんだけど、うん、守備タイプを、リトリートの監督にするっていうのは、うん、まあ、1にも2にも3にも大事なんで、はい、ということで。監督のタイプとかは、やっぱり、ちょっと、ベタ引きの監督とかがおすすめで、うん、あとはまあ、初心者の方はそうだね、前目の方とか後ろ目の方でも足速い選手とかがやっぱオンチャレとかだとなんかね、ブリーされることがあったりとか、逆に自分たちがすることもあるんで入れ得かなっていうのはありますね。特に黒の選手だと、まあオーバーミアンとかいるんだけど、金の選手だと本当になんかバーディーとか、フォワードだったら誰だろうな、バーディー、あと誰かいたっけ、だサイズとかデンベレとかさ、サネとか。俺はなんかそのポールセンをしていきたいけどね。そう、ポールセンもそうね。あとだから前線にチェイシングを持った選手とかを入れるといい、ね、結構ね、前からプレッシャーかけてくれて、
取ってくれたりするんで。そうだね。だからここら辺もサンチェスとか早いんで、うん、こんな感じでね、しっかり中追い返してパウリーノと、うん、パウリーノも今回 のクラシックガチャにもいるんですけど、うん、本当にめちゃめちゃいい選手なんで、もう多分俺が思うに金玉の中盤だとおそらく一番いいんじゃないかぐらい。まあコンディション安定度も8だしね。そうなんだね。だからナビケーターっていう選手俺使ったことなくて、うん、あれもかなりいい選手なんだけど、いい選手っていうか、うん、使ったことないからいい選手らしいんだけど、うん、ちょっと持ってないんでパウリーニョずっと使ってるんですけど、本当にねパウリーニョは持っとくと本当にいい選手。いいね、やっぱりね決定力もあって後半も8、はい、そこが非常にいいんでね、うん、ぜひぜひあのクラシコガチャで使った際には、ね、ちょっと今回監督の関係でレジェンドが一人も入れられないっちゅうか、そう、ね、コストの関係上でレジェンド入れるとコストバーン超えちゃうんで。そうレジェンドね、だから7人のレジェンドってみんなコストが高いから、あのオンチャレで今度ね7人のレジェンドとかあの使ってね、あのオンチャレの、うん、まあオンチャレっていうかオンラインのロナウジーニョのあれが見たいですとか、うん、そういうのもあったんで、うん、まあ俺らやっぱスーパースターとやってる環境でロナウジーニョの動画を出してるから、うん、まあオンチャレのロナウジーニョっていうか、そうだね、オンラインでやったロナウジーニョの動画とかもね、うん、今後出せていければかな。この本アカウントのロナウジーニョないんで、あ、だから俺のだからまあ課金アカウントの方でオンチャレやって、そうだね、ジーニョさんをねちょっと使っていこうかなと思うんですけど、さあということでね、チャレンジ1は普通に引き分け以上でクリアなんで、まあこれは比較的簡単にクリアできてくるのかな、うん、ここからですね、まあ、お互いチャレンジ1っていうのが分かってれば引き分けにこうまあそうだねまあただなんかまあ分かんないんでね、うん、分かんないね、うん、さあということでこれ今チャレンジ2ですね。はい、もう、ね、あこれはバラーダの昔のやつかな。いやそうだね、あのトンボ褒め多分そうだね、あのあれですね、うん、変わっちゃったけど今回昔の褒め使ってるのかな。みんな本当にやっぱりいるね、うん、クライフとか、まあ、当たり前だけど、まあそうだね、7人のうちのどれかは七福神みたいな感じまさしくそうだね、うん、おっとあここちょっとごしゃおい、ナイッシュ誰だ、決められていくね、ロナウドです、ね、ああ素晴らしい、やっぱロナウド、まあ、ロナウドもね、いるだけで、いや結構なんかウィニングイレブンだといるだけで違いが分かる、うん、選手ナンバーワンがロナウドかな。ロナウドだね、うん、やっぱ決めるなって思うよね、うん、初めて使うとき本当に誰でも簡単に使えるのがロナウドだね、うん、さあこれもロナウドが抜け出していくと、こっちもいますよ、さあダイレクトでいくと、こっちはもう究極完全体みたいなもん、ね、いやもう6突してるし60レベルだから究極完全体なんでね、この選手だけは本当に入れるかな、多分どのスカットにも、うん、そうだね、どのスカットにも入る。ロナウドってコストいくつなの。50ちょいかな確か、うん、それ考えるとマラドーナって63でしょ、63メッシ56かな確か、やべえなやっぱマラドーナって、なかなかだからスカット的に難しいよね、マラドーナ使うときはね、なかなかね入れるのが大変。ナイッシュ、これグリーズマンとか結構ポイントでね、うん、入れてきたといった感じで、これはあれかな、切断勝ちと、はい、いった形で、まあ、こんな感じでパンパンいきましょう。はい、今回だから切断勝ちっていうか切断っぽいのは1回だけだったかな。そうだね、なんかオンチャレもちょっとなんかその階層で分かれてるというか、なんからしいけどね、なんかそんな話もなんかマナーレベルが裏であるんじゃねえかみたいな話も結構ありますけど、はい、851の方ですね。さあちょっとグリーズマンが下向いて、まあ、ロナウドは斜めだったらまあいけるでしょうと、うん、いった感じでバーディーとね、まあ、ここら辺はコスト525なんで、どうクライフいるね、我慢して使わないといけない。あのシミオネのクライフは結構強いよね。あ、これ今シミオネだった、うん、シミオネだったね、シミオネのクライフはかなり脅威感じますね。確認しなかったから、ここシミオネだったね、うん、ナイスキーです。はい、この方はやっぱり851の方だったんで、うん、すごい上手い方で、このクライフ見てほしいんですけど、この2列目からね、うん、走るでしょ、うん、多分ワンツーなら入れてんのかな、2回なんかクラフターみたいな、うん、やっぱクラフターだったらクラフターしたいよ、14にしてるね、しかもしたいよね、しかも14にしてたね、今クラフのナイスためでしたね、さすがだな、14にしてたな、お、またクラフか、そうね、ここもあ、一本あ、これはオーバメヤンか、これはオーバメヤングなんだけど、はい、オーバメヤンのブリン来ましたね、まあ、これは本当にオーバメヤンの上手いところをね、はい、使われたかなとか、ちょっと、前半でね早い時間帯に2点、まあ、ただね、これね、結構オンチャレあるあるっていうか、まあ、オンラインあるあるで1点返すとね、認知の場面だとこっちが断然有利になってくるんで、そうそうそう、ここでね、あんま切断っていうか、なんかそういう諦めない方がこうなるんだよね、うん、まあね、アプリだと言えば3点までは返せるかもしれない、
まあ、でも4点でもぶっちゃけ引き分けには結構なる試合も多いよね。そうだね、結構入るから、そう本当に入るから、点がめっちゃポコスカ入るから、このゲームは守備が逆に難しくて、それ逆に止めるのが大変なんだけど、うん、点はね、でこの 2-1 の場合はね、向こう追いつかれたくないから、ここでね、前半の終わり間際に追いつければもういいっていう考えなんで、ここは勝負ですね。これ多分ターンにしてくるの読んでると思うんですけど、うん、そこわざとと前に行ってちょっとこねてパスと。なるほど、素晴らしいですね。やっぱり800も超えてる方なんで、でもあそこをネイマールでくるくるって回るとか、ターンするの多分4で止まってたと思うんですけど、そこしっかりちょっと中気味に切りすぎてた、ね、そう、だからもうそこ縦ぶち破って、まあ、タッチ線上にドリブルしていくとネイマールってすごい嫌なんで、あのゴール前で、まあ、ネイマールは瞬発スピードももう共に90超えちゃってますからね、うん、まあ普通に縦に走っても速いっていうのがネイマールの怪物だよね、うん、だからダブルタッチの他にもそこがあるよね、うん、ヤバさとしては。さあ、ちょっと相手の方も見てもらえば分かるんですけど、シメオネかな、確か使ってたんですけど、うん、パスのね、距離感がすごい、うん、いいですよね。なかなかボールがこっちに渡ってこない、はい、シンプルに攻められていって、ここですよね、うん、相手サネのパス先で打たれていくと、ナイッシュ、うまいですね、こういったボールは。いや、ナイッシュですね、うん、非常にやっぱり言えばビダルのところでカットしたんだけど、うん、あそこでやっぱりすぐまた相手の渡しちゃったんで、まあそこがちょっと敗因かなと打ったシーンだったんですが、さあここをネイマール当てて落として、はい、来ました、これ綺麗ですね、ですね、ネイマールが決めていくと、はい、いった感じで、ね、ここで追いつけるとでかい ね、 ね、こんな感じで打ち合いになるんで、最後まで諦めなければ何が起こるかわからないといった感じで3対3、これ逆に追いついた方がやっぱりリズムっていうかちょっとあるんで、うこうなるね、ここでね、もう終了間際なんですが、もうケイタバルデが当てていくと、ケイタバルデ来た、この形だね、3枚、3対3だけど同数、さあここで、ね、ケイタバルデバーディーで突っ込んでいって、うーん、最後はこの形と、ここが起きるね、まあ上げてみたみたいなところだね、打ってもよかったんだけど、うん、多分クロスやると、まあ、跳ね返って、ね、すぐ足が当たって跳ね返るか、まあ、ゴシャルかっていうのがあったんで、うん、まあそこは普通にボール入れたんですけど、まあ、それがいい感じに、ね、なったと、まあね、オーバーメント暗いが怖かったね、うん、あこのうん、このクっていうのが一個あるね、非常に強い方だったんですけど、結構オンラインだとやっぱりより180度ターンっていうか効いてくるところはありそうだけど、ね、うん、なんとかちょっと接戦でね、勝利をしてきたといった感じで、これでチャレンジ2かな、2がクリアかな、なるほど。さあということでまた見ていきましょう、799の方ですね。さあ相手クロップか、クロップ監督か、うん、クロップは18だと変わってないんだよね、確か。まあそうですね、攻撃力爆発監督ですね、うん、強い人が、上手い人がね、使うと、まあ一番嫌な監督なんですけど、うん、さあ、クロップに対して攻撃力が止まらないからな、さすがにクロップ、うん、だから攻撃でまたね、攻め勝つしかないっていう、うん、ロナウドですね、うん、まあ、その代わりクロップはラインがちょっと高いんで、こっちも点は取りやすいっちゃ取りやすい監督なんで、うん、だからまあどっちが点が取れるか、まあ、そういうことになる、ガンマンみたいな打ち合いを制したものが、そう、アプリはね、結構自分の攻撃の時間を長くしないといけないね、うん、そういう意味だとやっぱ守備が難しいから簡単にボールを渡すんじゃなくてずっと攻めるみたいな、そうだね、イメージでいくと結構いいかな、キーボー出てきちゃったって感じ、キーボー出てくる、これはあれですね、アドバンスで結構よくある、でもあれなんかキックエンジしたから出てきたのかな、いや、あれ多分あのアドバンスでこのプレス指示来た時にキーパー出ちゃうやつ、そういうこと、うん、さあ後半ですね、ビダルがね、ここで一回溜めて、うん、サイドに開かせると、この状態も3枚、うん、3トップみたいな感じになって、このチャンスですね、ビダルも上がってきて、さらに上がってくるんで、いやー、これナイス走り出し、ここなんですよ、うん、ここ今のところってちょうど3枚同数だったんだけど、ビダルが上がってきたことによって、まあ、結構数的有利の状況を作って、グリーズマンでワンツー入れて、グリーズマンの方に気を引かせといて、ビダルが上がってくると。で、そこに簡単に使ってあげて、まあ、最後はネイマールをもう一回経由してシュートを打つといった感じなんで、まあ、こういったね、攻撃が一番アプリだと強いのかなといった感じで、サンチェスが削られていくと。まあ、サンチェスもね、結構スタミナもあるし、めっちゃ、うん、どこでもできちゃうからね、フォワードも。まあ、地味にサイドの選手ってやっぱスタミナ欲しいからね。スタミナ欲しい。スタミナはね、やっぱりね、ある方がいいんですが、これはあれかな、ギブアップされたといったことで、はい、あ、これチャレンジ3かな、もうチャレンジ3だったね。さあ、1800だね、GP も、だから。うん、900。だから、900のところを1800もらえると、うん。1800もらえて。絶対1800の方が美味しいよね。いや、美味しい。
ってな感じで、まあこれでクリアなんで、はい、まあ一応何戦したんだろう、4戦ぐらいかな、はい、1、2、4戦かな、してまあ4勝0敗でクリアできたんですけれども、うん、まあ普通にね、GP 稼ぐんだったら、こんなチームパワー高くしないで、星3とか、そうだね、ないし星2とかで回って、多分なんか、見せまらして新しくっていうか、うん、まあ、初めて始めますみたいな人は、はい、それこそ星2とか、多分その選手全然揃ってないと思うんで、うん、そういうのでやる方が逆にお得。お得、その更新料かかんないんで、高いからね、多分今監督の高コストとかの監督のあれも来てるんで、うん、GP めっちゃ稼いで、はいはいはい、それで監督を買ってもらえれば、うんうん、なんか結構スムーズに、本当にスムーズにやれるなと。まあ、GP も結構もらえますし、マイクラブコインもね、ゲットできますし、ガチャもね、2個ゲットできる。うん、これはね、本当に神イベントなんで、まあ、うん、チャレンジ3の報酬だよね、2回目以降の、これがまあどれぐらいの確率で落ちるのかっていうのも、ちょっとまあ今後。だってこれさ、毎回15くらいだよね、本当は消費エナジーって。いや、10かな、確か。確か10だったと思って。2分の1ってことだよね。そう、だから。これ20試合できるってことだよね。そう。だからめちゃくちゃいいイベントなんで、ね、まあね、最後にやっぱりまた言いますけど、無効試合だけはね。やめて。まあ、あんまりなんか意味がないんで。意味がないから、本当に。向こう試合だけはまあやめて。まあ、一億ゴールとかもあるからね、やっぱり。得が一切ないと思うんで。まあ、そういうところに向けてね、頑張って。これ5000ゴール来てるから、5000万。ああ、来た。早いね。そう。もう、だから、このペースでいくと、1億ゴールもかなりいけそう。もうちょっとですね。はい。ということで、また次回の章、さよなら。バー。